ナンバーアンダーラインアイのゴートがジーニアスジャパンチャート1位その魅力と成功の秘密に迫る富士がチャート3位ナンバーアンダーラインアイのブロー・ユア・カバーがチャート6位多様な音楽性の秘密を探るナンバーアンダーラインアイというアーティストグループが2024年のジーニアスジャパン上半期総合チャートで驚異的な成功を収めたことは 彼らの音楽の情熱と努力の結晶と言えるでしょう。このグループはゴートという曲で1位を獲得し、富士が3位、ブローユアーカバーが6位にランクインしました。これらの成果は彼らが多くのファンに愛されていることを証明しています。特にゴートという曲は、そのタイトル通り史上最高の楽曲として評価され、多くの人々の心を掴んで話しません。 ナンバーアンダーラインアイの音楽は単なるメロディーや歌詞以上のものを提供していますそれはリスナーに深い感動と共感を与える力を持っています GO とはその典型的な例でありその歌詞には彼らの情熱と経験が凝縮されていますファンの一人はこの曲を聴くたびに彼らが戻ってきてくれたことを実感し涙が出ますと語っています 彼らの音楽が多くの人々の心に響き、長く愛される理由はここにあります。さらに、n、no. ンバーアン Underline の楽曲はその音楽性だけでなく、ビジュアル面でも注目されています。彼らのミュージックビデオは、視覚的にも魅力的で、ファンを魅了し続けています。g o t のミュージックビデオは、その完成度の高さから、多くの視聴者に感動を与えています。 視覚と聴覚の両面からアプローチすることで、彼らの音楽はより深くリスナーに浸透しているのです。このような成功の背景には、ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人の才能と努力があることは言うまでもありません。彼らは常に新しい音楽を作り出し、その過程で自分たちのスタイルを進化させ続けています。例えば、富士という曲は、その独特なサウンドとリズムでリスナーを驚かせました。 この曲は伝統的な日本の音楽要素を現代的なアレンジで融合させたものでその斬新さが評価されていますまたブロー・ユア・カバーは彼らの音楽の多様性を示す一曲ですこの曲はエネルギッシュなビートと心に響く歌詞が特徴でライブパフォーマンスでも大いに盛り上がること間違いありませんナンンバーアンダーアダラインアイのライブは そのダイナミックな演出と一体感で観客を魅了し、音楽の楽しさを再認識させてくれます。彼らの成功は偶然ではありません。デビュー以来、彼らは一貫して高いクオリティの音楽を提供し続けてきました。彼らの楽曲は、多くの音楽プラットフォームで高評価を受け、数々の賞を受賞してきました。特にゴートが1位に輝いたことは、 彼らのキャリアにおいて重要なマイルストーンとなりました。この曲は、彼らの音楽的な成熟と創造力を象徴する作品であり、今後の活動においても大きな影響を与えることでしょう。彼らの音楽の魅力は、単にヒットチャートを賑わせるだけでなく、多くの人々の人生に影響を与える力を持っています。リスナーは彼らの音楽を通じて、感動や励ましを得ています。例えば、 ゴートの歌詞は多くの人々に勇気を与え困難に立ち向かう力を与えてきましたこの曲はそのメッセージ性の高さから多くのファンに支持され続けていますさらに彼らの音楽は国境を越えて広がり多くの国々で愛されています日本だけでなく海外でも多くのファンが彼らの音楽に魅了されています彼らの音楽は 言語ののの壁をを越えてて人々の心に響く普遍的な力を持っているのです。ナンバー・アンダーライン・アイの成功は音楽業界に新たな風を吹き込んでいます彼らの独自のスタイルと創造性は多くのアーティストに影響を与え新しい音楽の潮流を生み出しています彼らの音楽はこれからも多くの人々に愛され続け音楽シーンにおいて重要な存在であり続けることでしょう 彼らの今後の活動にも期待が高まります。新しい楽曲のリリースやライブパフォーマンスなど、ファンは彼らの新しい挑戦を楽しみにしています。彼らの音楽がどのように進化し、どのような新しい世界を見せてくれるのか、その未来が非常に楽しみです。彼らの音楽を通じて、私たちは人生の喜びや悲しみ、挑戦や達成感を共有しています。 ナンバーアンダーライン・アイの音楽は私たちの心に深く刻まれ人生のさまざまな瞬間に彩りを与えてくれます彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを心から願っています最後に彼らの音楽が私たちに問いかけるものについて考えてみましょう彼らの曲は私たちに自己を見つめ直し人生の本質を考えさせる力を持っています ゴートの歌詞にあるように、私たちは常に自分自身と向き合い、成長し続けることが大切です。彼らの音楽は、私たちに新しい視点を与え、日常の中で忘れがちな大切なことを思い出させてくれます。あなたは、彼らの音楽からどんなメッセージを受け取りましたか彼らの音楽があなたの人生にどんな影響を与えましたかこれからも彼らの音楽を聴き続け、 彼らのメッセージに耳を傾けてみてください。彼らの音楽は、あなたの人生を豊かにする素晴らしい力を持っていることでしょう。彼らの音楽が私たちに問いかけるのは、自分自身の可能性や目標に対する挑戦の大切さです。n ンバーアン Underline のゴートが1位を獲得したことは、彼らが自らの限界を超え、新たな高みを目指す姿勢の象徴です。この曲の成功は、 努力と情熱が結びついた結果であり、それが多くのファンに感動と希望を与えています。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントに止まらず、リスナーに深い考察を促し、行動を起こす力を与えるものです。また、ナンバー・アンダーライン愛の他の楽曲も同様に強いメッセージ性を持っています。富士は、そのタイトルからもわかるように、日本の象徴である富士山にちなんでおり、 困難を乗り越えるための強い意志と決意を歌っています。この曲を聴くと、私たちは自分の目標に向かってどんな困難が立ちはだかろうとも、その先にある達成感を目指して前進し続ける勇気を得られます。さらに、ブロー・ユア・カバーは、自分の本当の姿を見つけ出し、それを表現することの大切さを歌った曲です。この曲は、自分自身を隠さずに、 ありのままの自分を受け入れることの重要性を強調しています。多くのリスナーがこの曲を聴いて自分らしく生きることの意味を再確認し、自己肯定感を高めています。n ンバーアン Underline I の音楽は、このように個々のリスナーに対してパーソナルなメッセージを届け、彼らの人生にポジティブな影響を与えています。彼らの音楽がこれほどまでに多くの人々に愛される理由の一つは、 その誠実さと共感性です。彼らの歌詞には、自分たちの経験や感情が率直に表現されており、リスナーはそのリアルさに共感を覚えます。例えば、ゴートの歌詞には、成功への道のりやその過程で感じる喜びや苦悩が描かれており、それが多くの人々の心に響いています。このように、彼らの音楽はリスナーの感情と深く結びつき、心の支えとなっています。また 彼らの音楽の魅力は、その多様性にもあります。n ンバーアン Underline Eye は、ジャンルを超えた音楽を作り出し、多様なリスナーにアピールしています。彼らの楽曲は、ポップ、ロック、エレクトロニカなど、様々な音楽スタイルを取り入れており、その幅広い音楽性がファン層を拡大しています。この多様性は、彼らが常に新しい挑戦を続け、 自分たちの音楽を進化させ続けていることの証です。彼らのライブパフォーマンスも、彼らの音楽の魅力をさらに引き立てています。ライブでは、彼らのエネルギーとパッションがダイレクトに伝わり、観客はその一体感に包まれます。ライブパフォーマンスは、彼らの音楽のもう一つの側面を見せる場であり、リスナーにとって特別な体験となります。彼らのライブに参加したファンは、 その独特の雰囲気と感動を何度も体験したくなるでしょう。